エリコ県内におけるイスラエルによる選挙の状況を示した2018年の国際連合人道問題調整事務所による地図。エリコ県ないし、英語読みに準じたジェリコ県は合わせて16県設定されているパレスチナ国の行政区画としての県の一つ。ヨルダン川西岸地区の東部、四海北岸からヨルダン川の下国の南部にかけてヨルダンとの国境に臨んでいる。 この県の西側には、ラマンラーから東方に位置する山々や、イエルサレムから東側の斜面があり、ユダヤ砂漠の北部も含まれている。1997年時点におけるエリコ県の推計人口は31,501人で、そのうちおよそ6,000人が県が設けた難民キャンプにいるパレスチナ難民とされていた。2017年時点の人口は52人とされている。 この地域では、経済活動の中でも農業が重要であり、県とエリコ近傍の村落では特にその傾向が強い。エリコ県の農地は、およそ4000ヘクタールあり、ほぼ全てが考えされている。エリコはしばしば、存続している集落としては、世界最古の集落と考えられており、その数多くの歴史的、考古学的史跡は、多数の観光客を当地へと生じ入れている。 エリコ地域のオアシスであるエリシア公園、別名エンエルスルタンには、果樹園、ヤシバヤシ、バナナのプランテーション、その他の植物の植栽がある。ヨルダン川西岸地区はパレスチナ国の領土であるが、ほとんどの地域を長らくイスラエルが占領しており、エリコ県もイスラエルが実行支配を続けている。日本は2006年の小泉純一郎首相の中東歴法事以降、 パレスチナ国支援の重点施策としての平和と繁栄の回廊構想の一環として、エリコ県南部への農産業団地の建設に関与して、ジェリコ農産加工団地事業への支援を行っており、2010年代後半には安倍晋三首相や河野太郎外相もジャイプを訪れた。また、母子手帳の普及事業や学校建設事業なども取り組まれている。 ありがとうございます。